空の彼方にある星を目指し。はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回から、何回かにわたってですね、初心者の方のための、初心者の方に特化した、ウクレレ講座を進めていきたいと思います。まあ、DJ のウクレレワークショップですね、こちらに来られて、まだ初めてという方に先に見ていただきたい、講座という感じに作らせていただきます。まず第1回目の今回はですね、ウクレレ選びということで、サイズによる選び方などちょっとお話しさせていただきたいと思います。ウクレレはですね、大まかに分けて3種類の大きさがあります。今これ BJ が持ってるのはソプラノというサイズですね。日本ではスタンダードサイズなどと呼ばれております。これより一回り大きなものがこちらになります。映ってますか？はい、弦の長さが違いますね。少しボディも大きくなってます。これがコンサートと呼ばれるサイズですね。それからもう一つ上になりますと、もうソプラノから比べるとものすごくもう親子のように違うんですけども、これがテナーと言われるサイズです。この大きなやつね、 BJ がライブで使うのはこのテナーっていうのが大体多いんですけども、まあ、弦の長さが長くなりますと、その分針も強くなりまして、チューニングは一緒なんですけど針がちょっと強くなりまして、サスティンも伸びるんですけども、初心者の方にはちょっと抱えづらかったりとか、いろいろと問題があると思うので、まあ、その辺の詳しくはワークショップでもお話しさせていただいてるんですけども、このソプラノスタンダードサイズ、これから入っていただくのが一番いいと思います。抱えやすいですし、一番このウクレレらしい音がすると思います。でお値段の方もお安く手に入ると思います。このソプラノスタンダードサイズから入っていただきたいと思います。今ですと楽器屋さんに直接買いに行きますと 2,3 万 4 万安いものでもそれぐらいするんですけども、今の時代はインターネットがありまして、インターネットで買いますと、2000円台後半ぐらいで買えます。まあ、このウクレレは買えないんですけど、お安いウクレレもあります。はい、でまあ安いウクレレ、いいんですけども、弦がやっぱりおもちゃみたいな感じなんですね。それでウクレレというのは弦を張り替えるともうキャラクターがコロッと変わるぐらい音が変わりますので、いい弦に変えた方がいいと思います。ただインターネットで注文しますと、ここのサドルというんですけども、この部分が異常に高かったりですね、このナット、ここの溝切りが良くなかったり、あとはオクターブと言いまして、このフレットっていうのは半音ずつこう刻んであるんですけども、これがいい加減だったりするのがあるんですね。である程度知識のある方がインターネット、まあアマゾンとかで買われると、これなんかおかしいなって言って返品できるんですけども、初心者の方はなかなか気づかずにウクレレって弾きづらいなって弾いてる方も見受けます。ぜひですね、知識のある方に一緒に見ていただいて買う、で良くないものが来たら返品できますので返品するというような形を取っていただきたいと思います。一応 BJ のウクレレワークショップではですね、一番お安いもので、5000円でウクレレを販売させていただいてます。それはですね、本体プラス、弦を交換いたしまして、あとはこのナットとか全て調整して弾きやすい状態にしてお渡しして5000円ということになっております。まあ、この辺の交換したりとかですね、弦を変えるのとそのね、この辺調整するので、プラスいくらかいただいて5000円ということになっておりますけども、よかったらウクレレワークショップで、ご注文くださいということになります。第1話、ウクレレの選び方というお話でした。まあアマゾンとかでもいろんな種類のウクレレがありますので、皆さん見ていただくといいと思います。まあ一番下は2000円台後半ぐらいから、上はまあピンキリあるんですけども、1万円超えるぐらいになってくると割といいものがあると思います。ただそれぐらいの値段でもやはりインターネットで買うと、ここですね、弦の高さがおかしい、あとはフレットがおかしい、そういうのもありまして、 BJ も何本ももう、いろいろと仕入れたりもしてるんですけども、やはりそのお安いものっていうのは中国産またはインドネシア産が多いんですけども、その検品がしっかりしてないみたいで、時々悪い個体が混ざってたりするので、その辺は見極めて、やってください。ウクレレは調整すると非常に弾きやすいものでありますから、弾きにくいな、音がなんか気持ち悪いなっていう場合は
音が悪い、高さが悪いなどあると思いますので、その辺は DJ までご相談ください。ということで今回は、ウクレレ選びお話しさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。 DJ でした。